はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。三方よしの地に足をつけた堅実なネットビジネスの情報発信をすべくこちらのチャンネル運営しております。もし今回の動画参考になったな、なるほどなと思ってくださった方は、はよろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸いです。今回は半ば皆さんにご意見を賜りたいことなんですが、ノマド、ノマドワーカーという言葉についてどう思われているでしょうかそれこそ南国のビーチでノートパソコン一つ開いてトロピカルジュース片手に好きな時に 好きな仕事をしましょう的なアピールを自分がネットビジネスを始めた2012年2013年当時からもよく言われていたし未だによく言われていると思うんです確かに女性だけではなくて男性も海外旅行好きな方って多いと思うし海外移住だとかノマドライフって言葉を聞いてしまうと文字面としてはものすごく魅力的だし刺激的な言葉ではあるとは思いますが少し熟考してみた際に果たして天秤にかけてノマドライフっていうのを本当に魅力的だと思 思われているのか、それともデメリットの方を多く感じられているのかっていうのを皆さんにお聞きしたいんです。ノマドライフの利点っていうのは、今お伝えしたように海外の好きな場所でノートパソコンを片手に金稼げますせっていうことなんですが、じゃあデメリットの方は何なのかっていうことについて、あんまり言及されていないと思うんですね。それについていくつか話をさせていただきます。まず一つ目、ノマドライフっていうのは、ゆいが独尊で自己中心的な生活を送る人であれば良いのですが、ご家族お持ちだったり高齢 ののののごご両両親親ががいいいるよううな方方その家族やっってては日本ででずっと生活の基盤を整えてきた方が多いわけですねつまり自分が海外で農々と暮らせればいいやっていう自分中心の生活をする人よりも実は自分の周りのご両親やご兄弟特に30代40代を過ぎる頃になると守るべきものっていうのがたくさん出てくるわけじゃないですか守るべき人たちや見守る人たちっていうのが周りに増えるわけなのでその中で果たしての ノマドの語源である遊牧民のように点々と海外をフラフラしながら仕事をするスタイルか場合によってはご家族で一緒にノマドライフを行っていたとしても現地の医療体制含めて果たして満足できる納得できるものなのかっていう点はむしろデメリットやリスクの類につながると思います正直自分も自分だけが勝手に生きていけばいいのであれば今すぐだって中国やタイや香港やとにかく好きな場所に行ってずっと仕事をしてたって大丈夫っちゃ大丈夫なんですが自分の周り の守るべき人特に75歳の私の高齢の母のことを考えると日本にいながらして必要に応じて公衆に行ったりタイに行ったりなかなか今コロナでできませんけれども日本を起点としたベースキャンプとした海外行ったり来たりっていう生活を行っているのはなるべく日本にいた方がいいって考えることが多いからです次に2つ目完全に海外に移住しましょうっていう方は別かもしれませんがノートパソコン1台でっていうところがちょっと引っかかるんですよ私 実は今デスクトップ4枚の画面で作業を行っています少なくともデスクトップパソコンで2枚3枚ぐらい画面があった方がネット物販の作業っていうのはかなり効率的になるんです最近はノートパソコンにガチャンって取り付けるこういった商品も出ていて最大3画面まで簡単にすることができるのは確かなんですが有線 LAN のネット環境で大きな画面で仕事をするっていうのは効率ものすごくいいと思うんですね効率面から考えると完全に海外で自分の家を と構えるのであれば別ですがふらふらしながら作業をするっていうのはどうしても作業環境的にご自宅と比べると劣ってしまう面が出てくると思いますそして3つ目これ特に学ぶさんに申し上げたいことなんですが自分が教える立場がある人っていうのはインターネット上オンライン上で生徒さんを管理しきるっていうのはなかなか難しいことなんですね管理をするっていうと聞こえは悪いですが簡単に言えば生徒さん同士の交流の場を設けたり生徒さんと直接対面で話し合っ たりり飲んんだだすするっていううう経験を培うこことととは有益なことだと思うんです教育業っていうのは自分と生徒さんだけが1対1で何かやり続ければいいってものではなくって生徒さん同士の横の交流を持つことによって相乗効果で士気が上がったり情報の共有有益な情報交換などができるってことなので教える立場の人っていうのは特に生徒さんが居住している地域国にいるっていうことが何よりものメリットになるんじゃないかなって考えているんですノマドライフ 有牧民っていう言葉は別の翻訳として放浪者っていう意味もあるんですね実際ノマドライフを目指している方は有牧民自由気ままな生活をする方向に進んでいるつもりが放浪者要するに寝なし草になってしまうことっていうのもあるんじゃないかなと思うんです自分の生徒さん含め30代40代以降の方っていうのは自分だけがフラフラしていれば幸せっていう自己意的な発想ではなくってもちろん自分の幸せは大切なんだけれども 周りの幸せも同時に考えるような視力深い人が多いと思いますから率直なご意見というのをお伺いしたくって今回こちらの動画出させていただきました 好きな場所で仕事ができるパソコン一台でネット環境あれば仕事ができるスタイルっていうのは実はずっと引きこもりしていてもいいスタイルだっていうことですテレワークが流行っているこの昨今でずっと家にいるだけで仕事ができるっていうそちらの方をアピールした方が海外移住して外でフラフラと好きな場所で仕事ができるってことをアピールするよりも実は現代のニーズにかなっているのではないかなと思います海外移住して外で好きな仕事もできる。 いるけれども、ずっと家でテレワークチックに引きこもり生活をしていっても同等に稼げます。よっていうことを両天秤として、しっかりと掲示した方がマーケターとしては賢いのではないかなと思います。最後までご清聴くださりありがとうございました。